かな。夜なんです。はい、というわけで、夜なんです3回目始まりました。イエーイ。そらくん芸人みたい。確かにね、絵面的には下だけ芸人っぽいかも、ね。はい、というわけで、じゃあ、本日のゲストさんの、自己紹介の方をしていただきましょう。はい、どうぞ。それでは、何譲り合ってんの、俺みたいな顔してないよ。あんただよ、ガリさん、行こう。これじゃないですか、うん、自己紹介お願いします。あんちゃんと俺の顔見ないであっち見せ、名前となんか、PR も。いつさん行きましょう。ちょっと、お手本がないといけないっす。ワールドエピソードのゆうでーす。イエーイ。イエーイ。そう、あ、ワールドエピソードのゆうせいでーす。イエーイ。俺目 目悪くてさ、下に出てゆうせいがさ、後世に見えたんだけど。そんなやついたっけど。はい、というわけでドラえもん、ドラえもん、ドラえもんドラえもんっぽいな。そう、ゆうくんと今日はガリさんが来ています。はい、皆さん、この2人でえげつない質問をどんどんしてみましょう。おしこい、いや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 、今日はね、大丈夫だ。今日はうるさい、モンハン野郎だって。誰、俺、誰、モンハン野郎は俺か。いや、あんたしかいないな。ゆうさん右から2番目、左から2番目だね。そうだね、うん、左から2番目ですね。はい、チャダイな。サモハン。サモハンって何？サモハンって金庫のこと。金庫ってこと。若者いなくね。それはダメだ、言ったら。それはそうだね。しゃあないな。そも昭和生まれ。確かに。で、なんかどんな番組って言われても、いまいち趣旨が決まってなかったで、最近なんか、はい、グレーゾーンな話していこうかっていうのは余談ですなんだけど、ね、前回前回ね、私これ枕ですかって。いいね、そういう質問いいや、そういう質問いいね。来てる、そういうの待ってた。来てる、うん、なんならそういうの待ってた。これ答えた方がいいの。もう答えて答えて、ガンガン答えて。いや、したいんですけどね、誰もさしてくんないんですよね。うん、そういうのつまんない。そうね、うん、前回がちょっとね、すっげえうるさい人いたから、なんかゆきひろさん、そうなんか趣旨に沿った会話が全くなかった。話をする前にバーって終わっちゃったっていうパターンがあったんで、そう今日はね、じゃあとりあえず先日バレンタインだったというわけで、はい、バレンタインのなんかこう反省やら、はい、反省っておかしい、反省反省じゃないけど、なんか何個もらったかとかね、うん、はいはいはい、あとは過去のエピソードでもいいけど、何もなければ、うん、そういうの言っていきましょうか、うん、はい、はい、じゃあガリはオチだとして、やっぱ安定のソラさんから、わしからいきますか。ソラエモンからいきましょう。やだよ俺。チョコレートはちなみに今7個もらいました。うわ、すごっ。おー、多い。すごいいな。7個中これあれですけど、別にあれっていうわけじゃないです。7個中 7個手作りです。自分で作ったってこと？いや、違います。もらったやつが、もらったのが7個中7個手作りです。大丈夫です。すごい。すごい。ありがとうございます。下剤とかなかった？あ、ごめんなさい。1個だけ、あれです。その6個でした。あー、なるほど、なるほど。そのうち、4つぐらい下剤が入ってたっていう。下剤？よろしいですね。次の日、入ってなかった、入ってなかった。美味しかった。だから今日ソラエモンになっちゃったわけですね。ソラエモンです。ソラエモン、青ざめちゃった感じ。青ざめちゃったけどね。そう、似合ってる、かわいいですけどね。今日枕狙いで初回行きますだって。ちなみにじゃあこの中だったら誰をお送りするんかなっていうのは、やっぱガリさんでしょうね。なんで俺なんだよ、やめろよマジで。ホストって意外ともらえないんだね。いやでも、どうなんだ、もらえる。いやー、もらってる人はめっちゃもらってんじゃないですか、僕。まあね、いや7個って言ってますけど、本当はもっともらってますから。
逆にプライベート、プライベートとか一般職の人たちがどれぐらい回ってるか。確かにね、それは気になる。いや、その、なんか会社とかにいたら義理チョコとか多そうです。あー、えげつない感じのお返しもらうためでしょ。そう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 、やだね、そういう女。ちっちゃいやつ絶対ありますよ、そういうのね。じゃあそんな、ね、すごいガンガン言ったり、ゆうくんはいくつもらったんでしょ。僕、2つっす。あ、それはやっぱり、あれですか、多分太ってるからです。あ、餌は与えないよ。あんまりチョコ食べてたんでしょって言われたんで。なるほどね。え、じゃあ人生過去最大何個なんですか。何個だろう。ここでもね、そんなもらってない。何個だろう。え、多分俺5個とか6個とかする。プップップって笑ってるやついるな。いや、トラックなんか、トラック何個でミニカーのトラックでよろしいですか。ガリさん、デブさん、どっち。いやでも俺の7個ってやつはあれもありますよ。なんかそのギリみたいな。あ、いつもでも手作りなんでしょ。そうそうね。それ手作りじゃ、手作りじゃなくて、あのギリじゃないよ。そうめっすよ。まあ恥ずかしがってんだよ、その子は。あ、なるほど。うん、ギリで手作りはあんましないですよ。そうだよ。どうなんすかね、逆に。高3男子24個。あ、すげえ。え、すごい。マジでもらってたじゃん。俺高校生の時、高校生の時、うん、俺1個もらってないで、高校生の時は。そういうのやめようよ、マジで、ほんとにさ。やっぱ伝説がね。なんの。まあ、幼馴染、地元一緒なんで、学生の時分からないから。次じゃあ私いいですか。私、あの、多分1個ですかね。マジですか。2個、2個だ。つけえよ。2個、2個、2個。濃厚なね。濃厚な2個ってことで。バレンタインの日、ランさん家にいたでしょ。いや、一緒だ。仕事してた。待って待って、家にいた、家にいたでしょ。あの、店にいた。いました。お休みはしてなかったんですか。お休みはしてないです。お休みはしてなかったんですか。ずっとあのトイレにこもってましたね。あの、外が怖くて。外が怖くて、うん、もう外であのね、リア充がいっぱいで怖くて。いや、渡したくても渡せなかったんじゃん。出てこないから。あの、こういう適当な人はもう本当にもうね、クソして寝ろっていう。そうですか、はい、お母さんから。なんか2個ですよ。はい、というわけでね、はい、ガリさん行きましょう。俺、はい、俺も2個だよ。俺も2個しかもらってないよ。ごめんね、ごめんね。あの、すいません、あの、この中に代表いるって言ってますけど、そのごめんね、ごめんねの人が代表です。ごめんね、ごめんね。俺どうすればいいこの俺言った意味あって。ごめんね、ごめんねの人じゃないんだ。ガリが思いのほか面白いこと言ってくれないという。あの、もっとやめようよ。ガリさん、一番緊張してるもん。一番緊張してるんだから、俺こういうの。飲みなよ、じゃあ。いただきます。飲もう。飲みましょう。飲みましょう。ソライモンが代表なんですね。で、うちの弟がたくさんもらってきて、食わされ吐きそうになった。え、モテる弟持つって、やっぱり、ね、お姉ちゃん的にもやっぱ嬉しいんじゃないですか。あ、それは自分のこと言ってるんですか。確かに。別に俺は、そういうわけじゃないです。そういうわけじゃないです。ね、おさらさん、お姉ちゃんがいますもんね。ちなみにお姉ちゃん今見てるんですか。お姉ちゃん見てないんだ。お姉ちゃん見てる。お姉ちゃん見てる。見てたらめっちゃウケる。そうそうだね、空芸人が代表。空芸人って名前になってる。そらっちです。もう一回やってもらっていいですか。いや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 、そらえもん。そらえもん、そらえもんいいね。そらえもんいいね。この格好でずっと出ましょうよ。毎回毎回。この頭の全体ミーティングもそろそろだったっけ。なんかこれです。だよね。そう、最近そらえもんだね。最近そらえもん。今気づいたんですが、あの靴下まで。靴下まで青から。やばっ。外さないね。外さないね。狙ってきたんですよね。いやいや、4次元ポケットに隠してるんでしょ。何を、何隠してる。ゴディバのチョコをもらった人。ゴディバもらってねえっす。あ、もらいましたね。あ、もらった。ゴディバもらいました。あ、ダメなんですよね、私チョコ。ダメだから、チョコゴディバでもよくわかんないんで。あ、チョコ嫌いだもんね。チョコ食べれないんですよね。はい。なんか、ゲス話が滞ってるけど。あんま来ないからね。うん、なんかもう、ソライモン一色になってきてる。その格好でない気がするから。来てくんないらしいですよ、その格好だったら。いや。まあでも確かにこの格好でゲライエゾニックだったら、あの一人だけあのプリンスの人じゃないという認識をされるよね。芸人さんみたいな感じになっちゃう。センターマイク全座で。
全体でなんかちょっと四角いマイク使ってそうずっと一人でこうやって喋ってると思うんですけどね。銀シャリってなんだっけ、ね、芸人さんだって衣装じゃなかったらマイケル・ジャクソンだって。それが衣装じゃなかったらマイケル・ジャクソンってこと。髪がですか。もうなんか今日独り占めだねなんでそれ着てきちゃったのなんかもうなんでそれ着てきちゃったのって言われても最近お気に入りですからね。そうですね、ソライモンは。そうですね、ソライモン今日最近お気に入りですからね。ごめんね、ごめんね、ごめんねがすごい。銀シャリって芸人なの。謝ってる人いる。違うから違うから。あのそういうネタがあるんだよなんか一人天然の人いるね。さあ、で今週のソライモンはえそこで出口危なかったっすね。やるとこで、いや、危なかったっす。そこで、だってなんかしょっぱなあって今日も入り口出口がみたいありましたね、はい、見ましたね、うん、で、田口って何みたいな感じで出てましたもん、ね、あ、じゃあ静香ちゃんのシャワータイムに丸々の話、じゃあ行きましょうか。あ、オッケー、行きましょう。はい、じゃあ、まあソライモンはやっぱり落ちていきましょう。ソライモンがソライモン落ちていきましょう。じゃあここはさっき一番外した坂狩りさんから。ガリエモンはいつ登場しますか。ガリエモンそろそろガリエモン。そうそう、ガリエモンの時が来た。そう、ガリエモンはじゃあないあの静香ちゃんのシャワータイムどんな感じだ。静香ちゃんのシャワータイム、うん、静香ちゃんのシャワータイムでしょどういうこと。まあ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 ちょっとなんていまいちちょっと深めない感じがあるんだけど、そのなんかなんとなくだけどちょっとぶっ込んでいこうかなと。ぶっ込んだけ どお前いざ俺がやると言われたら、うん、シャワータイムかーってかーってなるでしょ。何食わぬ顔してドア開けて一緒に入る静香ちゃん。あ、そう、あの先に、あ、湯船先入るよ、まあ、シャワーが得意ですからね。そう、静香ちゃんシャワー浴びてる最中、後ろでそーっとこう、あ、ちょ、後ろ入るわ、つってザバーン入ってる。ちなみに静香ちゃんはあるのか、あ、ないのか、まな板なのか、あ、どうなのか。ああ、俺の中の静香ちゃんは B カップやね。で、ちょっとありますねちょっとあれ、ソラ B カップでしょ。ソラエモン興奮している。いやいやいや、興奮はしてないですけど。興奮はしてないですけど。静香ちゃんのイメージって俺、リカちゃん人形と一緒なんですよ。あ、乳首泣いたい。そんな感じだよね。乳首泣いたい。あのリカちゃん人形はすっぱらかにしてよく裸にしてたんですけど、ちっちゃい。結構でも結構大きくないですかね。え、リカちゃん、リカちゃん、リカちゃん、あの全国のリカちゃんにちょっと申し訳ないけどちょっと大きめだなるほどね。ソラエモンモンって言われてるよソラエモンモンかガリエモンあれごめんなさい、うるせえよごめんなさいごめんなさいそれいつでもモンハンなんで。じゃあそんな感じでじゃあ行ってみましょう。シャワータイム。シャワータイム、静香ちゃんのシャワータイムとはあ、カリエモンだって。カリエモン、カリエモンって何だよ。 あなたやん。ちょっといい感じじゃん、カリエモン。ちょっといい感じだって。ちょっとかっこよかった。カリエモンでもそらさん、その青いスーツガリエモンは入んないねってさっき書かれてたんだよ多分入んないね、これなんか大体名前いじられて終わりそうだね、今日。流れ変えますか。俺、流れ変えましょう。流れ変えるネタがあんま出てこないんだよ。大体なんかすげえ身内ネタだった。いじりと、いじりと、ガリエガリエモンじゃない、これガリエモン、うん、それはもう流れ変えます。流れ変えましょう。え、じゃあもうさっきのシャワーから、あの、ダンさん言ってましたけど、2人で風呂に入るのはありかな。あ、ありでしょ、ありでしょ、ありでしょ。それは大好きやん。それは大好きやめろお前大好きやん、そういうの。俺も大好きですね、2人で入るの。あ、女の子とってくる。そうです。入んなそう入んなそう、入んなそう。ダンさんってあれだよね、なんかそういうの言わないですもんね。隠しますもんね。よここでは出していきましょう。全然出してる、全然出してる、ね、ここ。いや、ただ俺はその入った時にそのお、あの、なに、湯船の体勢がやっぱ気になるから、やっぱ俺はちょっとあれですね、これ狭いのが嫌だってこと。あ、わかります。あ一緒に入ると狭い。そうそうそう。あ、なるほどね。湯船には使う、使うよ。湯船一緒に入りたいね。うん、なるほどね。ちょっとできれば言うほら、小杉さん書かれてるよ小杉さん、小杉さんやな、出たよ、小杉さん。そう、あの、どうぞ右から2人目誰、あの、小杉さんです。小杉さん、小杉です。空を男と入るの、だって
なんでなんでよなんでよソライモントラウマ細すぎて入りたくない。ありがとうございます。撮ってます。すいませんすいません。ゆうさん優しさのヒュイーゴーだけどゆうさん優しそうの前にヒュイーゴーが来ててめっちゃウケちゃったヒュイーゴーどういうことだ。ゆうさん優しさ、あ、CM なんですね。じゃあ CM の間になんかちょっとえげつない話を考えておきましょう。考えましょう。はい、えげつないの待ってます。小杉さん、やめろ、小杉ばっか言うなつけてんな俺。コロテロリッタ。フランスレッドブルを超える大人気ポピュラードリンク。二日酔いがなくなる。お酒が1杯しか飲めない人が5杯は飲める。30分でアルコールチェッカーがなんと 30% 激変。そうですね、もう目から飲んでますね。僕はもう目と鼻と腰から飲んでますね。もう腰がびちゃびちゃですね。二日酔い、三日酔い、四日酔い 70% ちょっと目から、あ、違いますね。結構減りましたね。完全に腰乾燥したかなっていう。他のドリンクは用なしですね。今までのものとは次元が違います。ぜひ一度お試しください。あ、お、はい、というわけで CM 開けてね。子供が何歳までに欲しいかと。子供何歳までに欲しいかと。あ、カールさんもういるもんね。そうっす、ちょ今妊娠中でしょ俺がね、中でしょ俺がね、そう、今妊娠中身ごもってるね、うん、なんか音なんて寂しいね。みんな結婚願望あるの。結婚願望はあります。ある、ありますよ。すげーある。あるある。ないよ。男女一匹ずつ欲しいな。いや、それはありますよ。うんうんうん。4人家族にはなりたいですよね、最低。そうだね。あと猫2匹。猫の話だ。出た、ランマルちゃん。ランマルちゃんどこ行った？ランマルちゃんはね、あの、大人の事情でどっか行った。あそうですか。大人の事情で消えちゃった。はい。どんな NG コメントです。NG コメント何を書いた？どこにある？どこにある？ NG コメントですか？いや、そっちが入った。あ、違う。本当だ。またヒュイーゴー来た。ソライモンのエロトークがなんかご希望らしいんで。ソライモンのエロトーク、スマさんのエロトーク、エロトーク、エロトーク、ソライモンのエロトーク、お猿さん、ここまでや。エロトーク、まあ今のちょっと結婚のくだり良かったですよね。結婚のくだり、いやでも俺、王子って大体そういうの見えないよね。結婚願望とかも、いや、なんかこう見えない。上にまだ独身の人いっぱいいるんで、なんか、あ、上司が、そうそうそう、あ、確かにね。あとは、まあ、レオ君だったり、年上とか今、巷で噂の人でしょ。レオさん、多分、大体の人は多分分かるんじゃねえかっていうくらい噂の人でしょ。なんで、いや、あんまり実感湧かないですけどね、うん、そういうのは。顔がエロ王子。なんか大体今日キャラで罵倒されてるパターンだね。大体パン君、分かった、うん、分かったよ。パン君はでもあれですよ、まあ、あの結婚願望あったんですけどね、もうでもそのなんつうの、思ってた時期過ぎたよ。ちなみにいくつぐらいですか？20歳。20歳だいぶ前に過ぎたよ。何、どうしたの？安男。誰が聞きました、安男。
誰が既婚者、ね、みんな既婚者ですよ。みんな既婚者のマスコミやめる。やぞ。これ、NG ワードになんないのすごい。え、どこ？すごいね。これ、女のあそこ舐める派。あ、舐める派。いやー、どうなんでしょうね、これはね。絶対しないでしょ。僕ですか？しないでしょ、君たちは。いや、まあ、どうかな。僕はもう完全にバター犬って言われたからがっつりいきますね。そう、いや、それを、俺中学校、中学生ぐらいの時に部活の、バスケ部だったんですけど、部活の帰りに先輩、イケメンだった先輩いたんですよ。ずっとついてた。で、その人に、え、ちょっと、え、その性的なやつとかわかんないじゃないですか、その中学生ぐらい。まあ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 、確かに。先輩に聞いて、え、そういうのってどうなんですか？いや、そのイケメンの先輩は、いや、俺は歯に毛が挟まんのが嫌だから俺はしねえとか言ってたの。そんな事故起こるの？あ、そういう、あれなんだと。どうなんすか？ほら、どうなんすか？舐めます、舐め回しますって書かれてる。これ見て、まず舐めましたもん。誰だよ、と思って。本当にどうなんすかってなっても。バターさん来てる、バターさん。俺のことだろ。バターバターバターズってバタコってことやん。もうバター犬ってずっと言われてましたからね、私は。バター犬 NG コメント、 NG コメントめっちゃ増えてる、めっちゃ増えてる。 NG コメント、いいね、やべやべ、いいね、何やってんの。 NG コメントでガンガン伸ばしていこう。ええ、だからあれ、坂刈りさんはどうなの。坂刈り、うん、坂刈りは坂刈りさん何が、えっと、舐め回すんですかっていう。いや、舐めする時もあれば舐めない時もね。舐めない時ある？ありますね。ある。はい。どんな時？臭い時。臭い時。なるほどね。それはそうでしょう。もう久しく舐めてませんけど。いや、それ辛いな、想像しただけで。でしょ？でも今もうすごい目つぶってるもん俺。辛いわそれ。臭い時。臭い時。まあ、なんかそこある、あるよね。そういう感じね。はい、バタユーになってるよ、名前。ありがとうございます。今日全員バタついてきてるよ。バタユーになってる。ガリエモンにソライモンにバタユーになって。いや、なんか久しくバター犬って呼ばれてないんでちょっと寂しいですね。え、最後はいつ。臭い人って目にしびるよね。誰なのこの人。男性。目にしびる。相当やばいじゃんそれ。それ男の子の何が臭い時ってことじゃなくて。女の子のじゃなくて。いや、わかんない、俺そういう経験はないわ。臭い人経験ないから。常に舐めてるの。常に舐めてねえよ。そう、そうなっちゃうよね。でも常に舐めてるのは確実に人生だけですよね。ああ、なるほど。人生舐めてますから。舐めたらあかんって言ってますもんね。グイ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 、舐めたらあかん。グイグイ、そらさん。え、この中で常に舐めてるのは誰かってことですか？それはもう多分、坂刈さんじゃないですか。なんで俺なんだよ。いじってかないと思って何も出てこないんだもん。なんさん、また言う小杉になってんだけど、小杉俺。小杉にお前なるの、あれでしょ、ツイキャスでしょ。ツイキャスで小杉っていうあだ名になってるんですよね、彼は。最近ハゲてるし太ってるからね。小杉って本当にエゴトークで俺やから、エゴホスト4人。うるせえお前ら、マジみんな何カップか言ってけよ。ツイキャスでそれしか言わない。本当に。いや、もしかしたら男性も見てるかもしれないからね。そうだ、いやでも仕事中逆にこういうなんかゲス話しないからね。しない、ない、一番しないかね、この人。しない、一番しない。でもどちらかというと俺ら結構してるよね。僕たちはしてます。してるよね。でもそのガチのところまで突っ込まれる、自分で突っ込んでいかないじゃん、言ったら。結構突っ込んだもん。え、最後にいつしたのとか言われる。え、最後に何言われる、言われる、言われる。動揺したの今。え、いつしたのって言われたのかと思って今。いや、言おうと思ったけど。小杉、小杉、うるせえよ、マジで。本当に。小杉ってあのハゲ、そうだ、あのハゲだよ。Fカップ、どれ Fカップ。ダンサー半、日本レフトの半分大体。すげえ。すげえ。半分ってすごいな。いや、なんかダメですよ、そうなになっちゃいますね、そうだと。そう思う。エロエピ。あ、エロエピいいんじゃない。エロエピでいいよ、もう。え、じゃあガリさん最後にいつしたの。最後にしたの、でも本当にかなり前ですよ。しらーってなんかやめないですよね。なんで昨日とか言わないの。そう、昨日かな。かなり久々ですけど、昨日かな。
あれ、じゃあ、ソラエモンさんは何ですか。え、最後にいつしたんですか。最後にいつしたのか。エッチをですか。あ、はい、なんでそこちょっと強調して言うんですか、はい、明日ぐらいですか。今日ですかね。なるほどね。さっき今日ですかの予定です。あ、なるほど。俺が言おうとしたと若干かぶったね。さっきって言おうとしたの。ああ、ね、やってきたみたいな。あ、ね、さっきやってきたって言おうとしたと。ガレーも3日前だよ、だって。あれあれ、リアルだな、それもしかして。したのかな。お前誰だ。お前誰だ。そんなよく分かんない話してたら残り3分だ。じゃあ、そう、じゃあ3分間、ゆうちゃんのゲス話を。僕のすか、ゲストークを。あ、先にあれ、あれしましょう。コメントしましょう。何のですか。あれっす、あれっす。ツイキャスと、ニコ生のやつ。ツイキャスはいいですよ。ツイキャスは、いいですよ。じゃあ、反省会のやつ。反省会、一回もやってないからね。僕ら、いつも、空を見た気分はランランランっていうニコ生を個人的にやってるんですけど、最近全くやってないですね。はい、要望がないの。まあ、今日あたりやっちゃおうかな、反省会。この反省会をね、やろうかな。なるほど。最後までいたら今日も帰りたい気分だろ。深夜あたりにやってるんで、ぜひとも皆さん見に来てください。ゲストなんですよね。みんなワールドエピソードでいるんで、ぜひとも遊びに来てください。みんなでね、元気にエロトークしてますからね。はい、はい、反省会いつするのって感じだよ、ほんとね。毎日やるやる言ってるけど、俺帰っちゃうからね。はい、帰んないでください。帰んないでください。あ、ちょっと気になった人がいたらこの LINE ID に連絡ください。あ、確かにね。もう悪いな、昨回今日するなら見るけど、やってないんだよね、最近ね。バタートークもなんかね、最近バタートークしてないですね。バタートークって僕のことじゃない。あ、バタートークです。僕のことですよ。バタートークアンさん、お家好きだね。あと何分ですか。あとね、1分ね、30秒。早かったな。早いな、30分で早い。なんだ、もうちょっと大好きだね。でも、わかんないですよ、家にまっすぐ帰ってるかどうか分かりませんからね。分かった、はい、確かに、なんかいろんなとこ行ってるかもしれないですね。結構いろんなとこ行きますよ。はい、それも後から LINE 送るね。あ、お願いします。じゃあ、小杉に LINE 送る。おー、来た、マジ。何カップか送って。さっき F カップって出てた。来た。俺も F カップ希望。いい、いい、D と E でもいいや。大きさじゃないですよ。感動です。感動、感動。また1時間にして、1時間。いや、確かに1時間でもいい気もするね。30分短いですね。あ、やべ、終わる。うん、やべ、終わる。意外とやってもらった。めっちゃ緊張したけど。え、ランさん、朝日山はどういうこと。動物園ってこと。やっと、最後の最後で。日本一の動物園来た。あ、え、何、旭山に帰る。 F、 F カップいいな。あ、30秒前だ。どうしよう。え、じゃあ F カップの人は延長だ。F カップ限定。俺じゃあ F カップ。はい、何カップ。僕、B です。バターの。あ、B カップ、はい。僕は何カップでも。はい、CCCC。 じゃあ俺いい、やっぱいい。DDDD。 どういうことですか。また来週、今日反省会やれたらやるから見に来て。あ、また来週。やっぱりいい。生きている感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだことに疲れ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで使い込んだ仮面をやめ、紛れ込み死んでしまった順序、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに。壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。君がいる世界を